命の賞味期限なすべきこと仕上げて死ぬなめ床山に小十郎という熊内の名人がいた熊内をなりわいとしていたが本当は熊に申し訳ない気持ちでいっぱいだった彼は殺した熊に言い訳を聞かせ 次に生まれる時にはクマになるなよと語る。クマたちもそんな小十郎に親近感を抱いていた。ある日小十郎はクマに出会い鉄砲を構える。クマは観念し自分が殺されねばならない理由を尋ねた。小十郎は本当はクマ打ちをやめて草の実でも食べて死ぬならそれでも良いと漏らす。 すると、クマは、2年間やり残した仕事を済ませたら、家の前で死んでいると約束した。2年後、クマは約束通り死んでいた。小十郎は、クマを見て、思わず拝む。その後、小十郎は、寮でクマに襲われてしまう。小十郎のために、多くのクマが集い、盛大な弔いが行われる。 と小山の熊、宮沢賢治。この話が気になっている。主人公と熊が、同じ質のものとして描かれている。この世の中に生きる者が、命を交換し合う、そんな宿命を前提としているように思う。私たちは、生き物を食して、命を加算している。ギリシャ神話で、それを拒否して死んだ男の話がある。 美学としてはわかるが、生きる者の,の宿命には逆らっている。その現実をどうするかを、人は問いつつ生きていくのではないか。気になるのは、二年間の命の猶予だ。私だったら、これ幸いと鈍争することも考える。律儀に約束を守らなくてもいいのにと。これは何か。生命である以上、永遠はない。 とするなら、この2年は、有限の締め切り日ということだ。君もそうだ。そして肝心なのはその先だ。しなくてはならないことを仕上げて。ここに、作者の感が垣間見れないか。人は、それぞれすべきことをもって、今を生きている。それを仕上げて、賞味期限内に、実施できる。その見事な息っぷりを警護する。 拝むのは、その生き方、イコール、死に方に対してではないかと。この猶予、熊は、期限を限定してやりきっている。そして死ねる。本来生き物には、そういう活動があり、それを介せず、打ち殺していく事故。そんな生き方の奥底に手を入れている感触があるのだ。多くの人は、やり残して、未練たらたら死ぬ。 長生きすれば幸せという価値観も横行している。しかし、時には、こんな死生観に依拠した作品に短歴してみるのもいい。君は、あと2年の命としたら、すべきことをして死ねるか。熊は、肝と毛皮を残せるが、君は何を残す